カーティスキヨシ・スズキはアメリカ合衆国ハワイ州マウイ島ワイルク出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。現在はフリーエージェント、祖父母が愛知県名古屋市出身であり、カート自身は日系アメリカ人三世である。左上腕には漢字でスズキと入れ墨を入れている。愛称はズック、カリフォルニア州立大学、フラトン校在籍時の2004年。 全米大学一致に輝く、聖保守として、高成績を上げ、全米大学代表チームに選ばれたほか、ビッグウェストカンファレンスのプレイヤー・オブ・ザ・イヤーと、ブルックス・ウォレス賞、並びに、大学最優秀保守を称えるジョニー・ベンチ賞の3賞を受賞している。オークランドアスレチックス時代2004年の MLB ドラフト2巡目で、オークランドアスレチックスから指名を受け、7月16日に、 契約成立。この年から A-9 でプレーを始める。2005年は a 級ストックトンポーツで114試合に出場。打撃はまずまずだったが、守備では15失策、19ホイツを喫し、特に補給に難があった。しかし、2年連続でベストディフェンシブキャッチャーに選出されたほか、チームのプロスペクトランキングで10位となった。2006年は a 級、 ミッドランドロックハウンズにステップアップ99試合打率285出塁率392オプス807を記録し7月9日に行われたフューチャーズゲームに出場したほかベースボールアメリカ史が選ぶ a 級オールスターチームにも選出されたシーズン終了後チーム内の有望株リストで3位にランクされ3年連続で ベストディフェンシブキャッチャーに挙げられるなど、マイナーリーグにおいて着実に成長を続ける。2007年の開幕は、トリプル A 級サクラメントリバーキャッツで迎えたが、控え保守アダムメルヒューズが、テキサスレンジャーズに移籍したため、6月9日にメジャー初昇格、6月12日、ヒューストンアストロズ戦の延長10回表に、代打でメジャーデビュー。 14日のアストロズ戦ではライト前に初アンダを放っている。7月16日、成績が低迷していたベテラン性保守ジェイソン・ケンドールがシカゴ・カブスにトレードされたため性保守に抜擢され、翌17日レンジャーズ戦の8回をもって、ハワイ出身の日系人投手シェーン・コミネが5番手として登板し、メジャー史上初のハワイ出身バッテリーが誕生した。 投塁阻止率19%と低迷したが、8月16日のシカゴホワイトソックス戦でサヨナラ本塁打、9月10日のシアトルマリナーズ戦では満塁本塁打を放つなど、68試合に出場して経験を積んだ。2008年は開幕戦から正捕手で初めて規定打席に到達し、打率279、7本塁打、42打点、出塁率、 346を記録した。8月16日のシカゴホワイトソックス戦では、代打でさよなら本塁打を記録。守備でも、保守として、リーグ1位の141試合で、投塁阻止率37%を超保育、23、冒頭に抑えた。2009年は打率、274、15本塁打、88打点、出塁率、313の好成績を残した。 長打は自己最多の五十三本を記録した。守備では保守として百三十五試合で二年連続でリーグ一位だった。二千十年は打率二百四十二点一三本類が十一打点を記録。守備では保守としてリーグ三位の百二十三試合に出場した。二千十一年は打率二百三十七点一四本類が十四打点を記録。 守備では、保守として、リーグ3位の129試合に出場した。2012年に東京ドームで行われた、プレシーズンゲームでは、大巨人戦で、レビロメロから大阪神戦では、ランディメッセンジャーから本塁打を放った。また、この試合では、東日本大震災で被災した福島県の親戚を招待していた。ワシントンナショナルズ時代2012年8月3日に、 デビット・フレータスとのトレードで、ワシントン・ナショナルズに移籍した。移籍後は43試合に出場し、打率26。267,5本塁打、25打点だった。2013年は79試合に出場し、打率22。222,3本塁打、25打点だった。オークランド・アスレチックス時代2013年8月22日に、タコタ・バッカスとのトレードで、 アスレチックスに復帰した。移籍後は15試合に出場し、打率303、日本類が7打点だった。11月1日に FA となった。2013年12月20日にミネソタツインズと年俸275万ドルの1年契約で合意したことを報道され、12月23日に球団が発表した。2014年7月31日に ツインズと総額戦2 0 0万ドルの2年契約に合意した。ツインズ加入1年目は聖保守として131試合に出場し、3年ぶりに規定打席に到達を果たした。また、自身初のオールスターのメンバーに選ばれた。5月20日のサンディエゴパドレス戦では、自身初のランニング本塁打を記録。守備面では、失策を四つに抑えて、守備率、九十五を記録したが、 投類阻止率では85回中21回を指して阻止率25%だった。ミネソタツインズ時代2015年も正捕手を務め2年連続で131試合に出場した。打撃では打率245本塁打50打点に終わった。また、守備面でも捕手としてリーグ2位の130試合に出場し、守備率は 997投塁阻止率は15%に止まった。2016年は過去2年と比べると出番が減ったが、それでも正補資格で106試合に出場。打率258、8本塁打、49打点という成績を記録した。6月18日のニューヨークヤンキース戦では自身8年ぶりの代打本塁打を アロリディス・チャップマンの102マイルパーアワーの速球から記録した。守備では99試合保守を守り後失策。守備率993だった。他4試合で指名打者として出場した。オフの11月3日に FA となった。2017年1月30日、アトランタ・ブレイブスと1年150万ドルで契約を結んだ。ブレイブスでは タイラー・フラワーズの控えとして出場し、少ない打席ながら打率。283、自己最多の19本塁打、50打点、オプス、887の好成績を残した。守備では、RA ・ディッキーのナックルボールに苦しみ、自己アーストの10ホイツを記録したが、DRS プラス4と、全体としてはまずまずであった。シーズン終了前の月日、年万ドルで、 契約延長。2018年は105試合に出場し、打率271、12本塁打、50打点を記録した。オフの10月29日に FA となった。2018年11月19日、フルスノナショナルズと2年1000万ドルで契約を結び、6年ぶりの復帰が決定した。2019年は、 ヤン・ゴームズと出場機会を分け合う形で85試合に出場。9月3日のニューヨーク・メッツ戦では9回に6点差からの逆転勝利を決める逆転サヨナラ本塁打を放った。どうなのかのアトランタ・ブレイブス戦で右肘の炎症を追うも重傷ではなく2週間で復帰した。最終成績は打率。264、17本塁打、63打点だった。 守備面では盗塁阻止率が10%しかなかった。ポストシーズン、NLDS は4試合に出場したが、無安打に終わり、第5戦では、顔面付近に死球を受けて、途中交代した。NLCS 第3戦で、初安打を記録。ワールドシリーズ第2戦では、決勝点となる本塁打を打ったが、第3戦で、負傷交代。その後出場することはなかったが、チームは、 ワールドシリーズ制覇を成し遂げた。2020年オフの11月1日に FA となった。ベースボールアメリカ市の有望株リストでは2007年版89位にランクされた。打席内では待て玉田法に徹し、まずまずのパワーがある。対左投手をカモにするが、対右投手は今一つ。また、その勝負強さからデイブ・ジョンソンにカートクラッチという愛称をつけられた。ガッツがあり、 タフな保守ではあるが、守備能力には改善の余地がある。本人は、打撃よりもまずは守備。それがチームと、投手陣から信頼を勝ち取る手段と語っており、守備に対する意識が高い。2008年以降は、その守備能力も高いレベルで安定した。しかし、年齢とともに少しずつ守備力は低下。2018年のポップタイムの平均は2.08、で、メジャーリーグワースト3位だった。 マイナー4年間の通算成績は、打率283、出塁率380、オプス799、ミルブ MLB、ありがとうございます。